え時間になりまましたのでこれから始めいろいろありました参議院選挙ですけれども今日は2022参院選世論調査が語る「みい」というタイトルで埼玉大学名誉教授の松本正夫さんにお越しいただきました、まあ、選挙後の恒例となっておりますけれども世論調査選挙分析の第一人者である松本さんに今回の参議院選挙の結果について分析していただきたいと思います。 松本先生、日本記者クラブでご登壇いただくのは今回が12回目になります。去年は7月の都議選後、それから11月の衆院選後、合わせて2回登壇していただきました。司会は私、日本記者クラブ企画委員、TBS テレビカードでございます。よろしくお願いいたします。まずこの後松本さんに60分ほどお話しいただきまして、続いて質疑応答に移ります。質問は会場とオンラインの双方からお受けいたします。 オンラインからの質問ですが2つの方法で受け付けます。まずご自分の声で直接質問したい方は画面の下の方にあります手のマークのボタン、これを押してください。質疑,、えー、質疑応答の時間に私が指名いたします。それからテキストでのご質問は Q&A から受け付けます。ご所属とお名前、質問を記入し送ってください。えー、Q&A からの質問は今から受け付けます。どうぞ記入してください。 それでは松本先生よろしくお願いいたします、はい。こんにちは松本でございます。よろしくお願いします。えー、今回もあのこういう形で選挙後のえお話ということでお声をかけていただきましたこと大変あの嬉しく思います。どうもありがとうございます。えー、まあ世論調査のデータに基づいてえということですので。 たいと思いますはい。よろしくお願いします。<laughs> はい、はい。えっ、ー、と、お手元にあのパワーポイントのスライドが、えー、と配布されていると思います。全部でちょっと量が多くて24枚、それからあと一つ。 えと追加で別立てのデータ、これはの、パワーポンのスライドを、えー、お送りしてからあの、川田さんからまたあの新たにご家紋がありましてこう、こういうのも答えろという。で、慌ててちょっとあのそれに関連したデータを付け加えてあります。えー、よろしくお願いします。それではあのいきたいと思います。はい。 えっと最初にまあ一応あの今日のお話のストーリーというかまとめをあのしておきたいと思います。えー、っとちょっとこの今日のお話のプロセスに沿ってえっとまとめてあるんですけれども一、まあ、番目はえっとこの工事前、まあ、工事直前ぐらいまで の状況としては、まあ、大体3月ぐらいから3、4、5月ぐらい、まあ、岸田政権内閣支持率との非常に安定していてで、いわゆる旧来の自民党内閣の支持構造と言いましょうか、いわゆるあの弱低労行という、まあ、5年配の方で支持率が高いという、こういう形に回帰しておりましたので、非常に安定していたんですけれども、えー、6月の半ばぐらい、 ぐ、えー、らいから、えーっとまあ、ちょっとそのここではアウンと書きましたけど、えー、支持率に陰りが見られて、まあ、そのコロナだけではなくて、えー、っとあの物価というこういう問題が重なって、まあ、少しあの、まあ、うん逆風が吹き始めたなという形で、えー、っと選挙戦に入りまして。 で選挙戦の序盤、中盤ぐらいまでは、えー、とそれがまあもう少しこうあの強くなって、えー、かなりこれあの風向きが逆風が強くなるのかなというふうに、えー、思っていたら、えーまあ、タイミング的には、まあ、調査のタイミングでしか、えー、とスパン取れないので。 えっとメモリとしてはそこになるんですけれども、まあ、大体1週間前ぐらいでしょうかね、投開票日の、うん、中盤っていうんでしょうか、終盤っていうんでしょうか、えーっとま、その辺のところで、えー、っとちょっともう,こう逆風が止まった感じになってというよりも、えー、対する野党、特に立民の方が、えー、息切れしてしまったなと。 いう感じになりましてで結局のところまあ大体そのままの感じで、えー、東,東海表に入ったなという、えー、見立てをしておりますしたがってまあその、えー、ちょうどもうあの銃撃事件,事件からちょうど今日で1週間ですけれども、えー、安倍元首相のアクシデントの影響はというふうに当然あの 聞かれるわけですけれども、えーっと、それほど影響っていうのはなかった、まあ投票率が若干あり、まり、あ、自民党に対しての票っていうのは、後でデータもお見せしますけれども、えー、少し上乗せされたというところはあるんでしょうけれども、まあ、そのほとんどなかったという、こういうあの感じ、見立てをしております。それれで、えー、まあこれがこがだいいたの プロセスとしてですけれどもで、えー、もう一つはその私の、えーまあ、専門である、えー、と調査の話としてはです、ねえー、と昨年の,その、えー、10月の衆院の終わった後にもここでお話したんですけれども、まあ、それと同様に、えー、各社の、えー、メディア各社の,その方法が、えー、今回も分かれました。 えー、多様な方法であの、まあ、調,査を調,整調査が行われるという、まあ、こういう状況が見られたんですけれどもただ一番申し上げたいことは、えー、ちょっと比較をその比較をしようにも、えー、どういう方法でどういうふうにやられたのかというのがその情報が開示されておりませんのでちょっと確かめようがないというか。 まあ回避された情報や紙面等々で当然確認をしておるんですけれども残念ながらまあその辺をちょっとこう確認する術がないということでそこがまあなんか一番私としては問題ではないかなということで調査の品質表情というふうに書いたのはそういうことです。あ,あえて えー、余計なことを付け加えるとあの、えー、私どもはこれからご覧に入れる、えー、といわゆる、えー、ドコモさんの、まあえー、プ,レパプレミアパネルの方たちへの、まあ、D サーベイということで、私どもオリジナルの調査方法として書表登録しておりますけれども、えー、と今回はこれ1本これ、この調査方法1本で全部。 えー、完結させました、えー、それ以外の方法で情勢調査を行っておりませんが、あのー、前回衆院選の時は、えー、私どもがこれももう一つオリジナルで、えー、商標登録している、まあ、次のこの、えー、とここに入ってくるこのちょっと先ほど言ったけどこの方法ですねいわゆるあのノンスポークンというふうに、えー、私どもが呼、えー、んで商標登録している えー、この方法でも、えー、情勢調査を行いました。で、これはですね、今回は、えー、と私どもはこの調査方法では、えー、と調査を実施しておりませんけれども、固有名詞あげるのはフェアじゃないから、えー、とちょっと丸めますけど、ケイサさんに関して言うと、 この私どもの,あのオリジナルの調査方法で、えー、と序盤の調査を行われて、えー、いるようです。で、まあ、あのいわゆる、えー、とオートコールで携帯に関してはショートメッセージで、えー、経由して回答してもらうという、えー、まさに私どもの,この方法なんですけれども、まあ、ただちょっとこれどういう形で、あの、 どんな配分なのかというのが開示されてないので、えー、確かめようがないんですけれどもまああの私どものこの、えー、この調査手法で終わりになったということで、はあ、こういうこともあるんだなというふうには思ってるんですけどで終盤に関してはまたあの電話世論調査でということだけしか分かりませんのでこの辺その固定と形態どうなのかそれから オペレーターさんを使った従来の方法なのかオートコールなのかもわからないので確かめようがありませんそれから、えー、さらにあれすると余計なことを付け加えると例えばあのずっと以前から合同という形で調査をやりになっている、えー、Y 社さんと N 社さんの調査方法に関してもその固定電話と携帯電話番号を対象にして調査員による調査と自動音声による調査を 組み合わせたというふうに紙面では、えー、と書かれておりますけれどもその辺も、えー、とどういう形で、えー、とシェアされたのかということが、えー、と分かりませんので何とも、えー、と比較やコメントのしようがないなというふうに思います。で実は、 Y 社さん、N 社さんの調査に関しては私のところが私が対象者として選ばれて、えー、っとお答えしました。で私のところに来たのは、えー、っと携帯、えー、っとスマホにあの、えー、っと,おところで来てショートメッセージ経由で,でインターネットに切り替わってでその、まあ、ネットの画面を見ながらこうタップするっていうあ、まあ、なんか我々のやっているのと同じだなと思って。 お答えしたんですけれども、ただこの紙面でその書かれているのとはなんか直結しないので、えー、っと何だったのかなというふうにちょっと確かめようがないんですけれども、あの何が言いたいかっていうと、私どもの D サーベイも含めて、本当にたく,あのたくさんの数、えー、家電内社配信をして、皆様に対応していただいている、お答えいただいているわけですよね。私どももの、D、サーベイに関しても まあ、ランダムで選んでるわけですけれども私の家族も対象になりましたし友人も対象になってあの、えー、プレミアパレのデの d サーベイ来たよ答えたよってあの、えー、と私のところに連絡があってどうでしたっていうのをお話をしたんですけれども特に今回は、えーとまあ、中盤でしょうかねあの7月の頭のところでいうとあの例の服装問題が起こって大変なあのトラブルの中で えーと調査各社ともあの時期に、えー、おやりになってでその混乱の中で皆さん、えー、と対応してくれているわけですからまあやっぱりこれあの調査って本当にどこどこの調査ってきたけど本当かなとかやっぱりどういう方法だったんだろうかなということをもう確認されたいと思うんですねでただしかしながらまあそこがその開示されていないのでえー ああやっぱりこれだったんだとか私のところに来たのはそうだったのねってここ,ここがたの調査だったのねということを確認できないわけで、まあ、その辺きちんと開示しておくことっていうのが、まあ、基本マナーではないだろうかというふうに思って、えー、こう書きました。でこの話はここまでにしますがでもう一つだけ前置きをしておくと、まあ、これから要するにその、えー、と調査結果に基づく、えー、世論ということで まあ現象的なこう話に関しての解釈をえしていくわけですけどもまあでもやっぱり我々このえと話っていうのがどういう,こうキャンパスの上に乗っかっているかっていうことは常にこうえ引っかかりながら話をしていかなきゃならないというえところがあってまあ参議院とは何かというふうに書きましたけれどもまあ日本のその任性ということで言うと もうこれはもう言うまでもないことですけども議員内閣制にもかかわらず、えー、直接公選の任政というのが組み合わさってるわけですよね。で,でなおかつその、えー、第二院の方に立法権が留保されて、えー、それだけではなくて大統領拒否権を任意が持ってるっていう非常に得意な、まあ、あの任政になっているわけです。 で直接構成の任性ということであれば当然その上院っていうのは何の院なのかっていう代表の理念っていうものが明確になっていないとならないもっと言うと下院と上院っていうののその代表の理念何の代表なんだっていうところの組み合わせっていうのが制度設計されてないと任性って作りようがないしそれがあって初めて選挙制度っていうものはそれを基準にして検討されるということなんだと思いますけどそれがない中で えーと選出方法だけこう決められていく、えー、作られるということになると当然これも選挙制度っていうのは言うまでもなく選ばれる側の都合で、まあ、あの決められるえ選ばれる側の都合でこう決まっていく変わっていくという、えー、こういうことにならざるを得ないので、えー、だからまあ要するにそういう前提の上で 行われてていいる選挙っていうのそれからそこのこう世論それにどう世論が対応したっていうことをこれから解釈していくわけですけれどもまあ僕がこのあえてこの一番トップに雑感って書いたのはそういう意味合いでえまあどっかちょっと自分の使っているデータやこの話っていうものに関して自分自身で冷めているところを持たないといけないんだろうなというふうに思いながらお話をするというこういうことですで前置き長くなったので先行きます でこれはもう、あのえー、ともう今回でこの図をお見せするのは3回目だと思います。昨年の参院選、それから衆院選の後も、こういう方法で、えー、実施しましたということで、我々のノンスポークのお話をしました。で、今回は、えー、と工事直前までの状況ということで、これ、定例調査の手法です、これに関して言うと。 えと固定電話対象にした、この下の方ですかね。えー、あのいわゆる IVR と言ってるその自動音声。それから、えー、同じ RDD でも、携帯電話イコールスマートフォンですけども、クラショートメッセージを経由して、そこからウェブに転化して、えーと、ウェブ調査として画面を見ながらタップしていただくと、あるいは、えー、とタイプしていただくという、こういう、これがこういう組み合わせで。 ミックスさせててやってますというこういうい話ですでこの調査に基づいて、えー、と直前ぐらいまでどういう状況だったかで、えー、どういう状況で、えー、選挙に突入したかということをお話しすると,、えー、とまずはやっぱり、えー、と安倍内閣からいきたいとこういうふうに思います。で、えー、とこれは、えー、と安倍内閣の最後の方で 20年の8月、まあ、コロナのあれで、えー、支持率が非常に低くなった時の、えー、支持率の形状です。で、あの支持率が低下しても、やはり、えー、若い方で高くて、えー、年齢が上がると下がっていくという、この従来の,政その自民党政権とは逆の、えー、弱高老定っていうのが維持されている。 で最後はのおやめになるというふうに言われて、えー、からのこれが最後の、えー、20年9月のデータですけどもグッ、まあ、と上がるんですけど同じ形状で怖がるとこれがまあ安倍内閣の特徴でしたで、えー、次の菅内閣も全く同じで、えー、と発足当初はこの安倍内閣の支持率よりもずっと高くてなおかつこの若い方で高くてというこの,この傾向を 維持しして発足しそれですぐ、えー、もうその暮れぐらいから、えー、感染爆発ということがありましたので支持率が下がると。でこう,う支持率が下がった状況でもやっぱり同じ形状で下がるので、えー、ここのここのところがまあ支えてる、えー、右肩下がりのこういう構造という、まあ、これがこう継続していったわけですよね。でこれ、あのー えっと、菅さん、結局この、えー、こういう形状のままずっとこうあの経緯していくんですけど、指、え、示、ー、と,と不指示の構造という形で、えー、見てみると、これが今の、これが同じ、えー、次のスライドになりますけど、えー、20年12月の、えー、先ほどお見せしたものと同じ形状です。でじゃあ不支持はどうかっていうとこうかといこなって でまあえー、お若いところ40代ぐらいまでは支持のが高くてでぐーっと右肩下がりでこう支持率が下がっていくと逆に言うとこのご年配の方たちここのところが不支持が高いとだから批判派というのが年齢の高い人たちがまあ批判派になるというこういう,こう安倍・菅政権特性があってでこれと同じ形状前にこうお見せしたかもしれませんけど、えー、というもの このデータって何かっていうと、これがあの全く同じでして、えーと、菅さんの例の長男問題に関して責任どう思うかっていったときに責任があるというふうに、えー、お答えになる方は、えー、若い方ではなくて、年配の方、年配の方が非常にこう批判的で、こういう問題に敏感であると。で、お若い方はどうかっていうと、えー、責任はないという方がこう圧倒的に高いと。 いうこういう構成っていうこれが特徴で支持率と非常に重なり合うという特徴があったわけです。でこれは菅さんの長男問題に関するということですけれどもこれと全く同じ、えー、っと形状になったのはあの安倍さんの頃のあの桜を見る会っていうことに関してあの問題に関する安倍首相の責任どう思いますかというふうにお聞きするとやはりこういう これと同じこういう形状が見られたというこういうことでしたまあだから非常にこういう問題にこの年配の方は敏感だということだったんだろうと思いますそれでさあそれでですね、えー、岸田内閣なんですけども、えー、設立当初これ選挙の前21年10月ですけど当初はえっ、ー、とこの形状を引き継ぎます、えー、これが えー、岸田内閣の21年10月ですから、設立当初で、これ、安倍・菅政権のこの形状を引き継いで、えー、発足しました。ところが、えー、選挙が終わって、衆院選が終わって、えー、としばらくすると、形状がこう変わります、これが22年1月で、えー、非常にフラットな形状に変わって、 でこの半年の間に何が起こったかっていうと綺麗に反転します、えー、これが22年4月3月ぐらいからこういう形状になったんですけれども、えー、とこの半年の間にこの過渡期を挟んでこういう形に綺麗にこうあの反転していきます。お若い方で低くて年齢が上がると高くなっていくといういわゆる旧来の自民党政権の特徴弱低老高 まあ、あえてや55年体制モデルと言っていいかもしれませんけど、えー、これにこの半年の間にこう反転するということが起きて3月4月5月ぐらいはまあこういう形状が見られてだからこそ安定してたわけですけどもで従って先ほどのいわゆる支持と不支持というこれの抜点と対象させると設立当初の今の21年10月のグラフというのはこういう形状でまあ えー、引き継いだわけですねだからどちらかというとお若い方高くてっていうことになるのでこの辺がまだ批判批判発達それが、えー、と半年の間にどうなったかっていうときれいに反転して、えー、お若い方の方がむしろ、えー、不支持の方が高くてで年齢が上がるにつれてぐーっと支持率が上がる逆に言うと支持率が下がるという、まあ、ここの。 ここのこのこういう形状から半年できれいにここにまで反転するというこうある意味でなんかドラスティックなあの変化が見られましたでこれ当然そのえっとボリュームはこの60以上の方たちのボリュームが多いわけですから当然支持率としては安定基調になるとでここまでこういうふうな形で不支持が下がるということでこれ あの、こちらよりも、この年配の方で、の中で、この半年の間に何があったんだろうか、ということが、実は非常に、あの、まあ、ポイントだろうな、というふうに思います。ただ、まあ、この、こういうデータで、なぜっていう、統計データになぜを求めるのは、これは、あの、ご法度ですので、えー、っと、そこのところはなかなか、あの、見て取れないんですけど、で、世の中的には、なんか、岸田さんの歯と歯、 的なこうスタンスっていうのがい、まあ、わば安心感を持たれたんじゃないのっていうようなあの、えー、とコメント私ではないですけど何かを見ましたけれども先ほどのデータでお見せしたようにあの例の,あの菅さんの時の,あの、えー、問題っていうのはああいうところであのお見せしたようにやっぱりあの一つはその岸田さんの場合は本人にご本人にまつわるスキャンダルっていうんですかね こういうものがないというところは多分大きいんだろうな。当然、ご年配の方、こういうことに非常に敏感なので、まあ、言ってみれば、えーとクリ、クリーン岸田。昔、クリーン幹って言葉がありましたけど、えーと、クリーン岸田。こういうようなこうイメージ、クリーンイメージっていうのかな。まあ、これが一つあるんだろうなというふうに。 私は推測してますでこれがこういう形状が3月4月5月というふうに見られたんでこれはもう安定気象に入ったなというふうに思っていたのですがこれが5月ぐらいまでです、えー、それがですねちょっと6月に入ってからちょっと変わりますで、えー、っと5月までの形状ってこの上がり下がりっていうのはもうコロナに対する評価と,、えー、っとこれ完全に連動してました 評価が下がると下がる上がると上がるっていうこ,こういう感じでしたで。ところが6月のこれ確か私どもの定例調査は6月の18だったかなだったと思うんですけども、えー、とコロナの評価っていうのは変わらないんだけど、まあ、内閣支持率だけが下がり不支持が上がるという、えー、と連動が見られなくなってじゃあ支持が下がったのはなぜかなということで、えー、理由を見てみるとあこっちかっていうことがまあ あの一応分かったわけですでこれは何かというと,、えー、っと物価対策に関してですけども、えー、っとこの評価しないっていうかこれがまあこ,この辺で圧倒的に高いと。で年配の方はそうでもないんですけどそれから例のあの資産倍増プランっていうのも、まあ、あんまり評価芳しくないということで、まあ、この辺を見てるとコロナの次は物価かよと。 いう形でやっぱりこうかなりこう違反や反発っていうのが上がってきたんだなというふうに、えー、思ってましたでこれ内閣支持率で見てみると6月のグラフがこうなりましたからえー、っとご年配の方はの高いっていうここは安定要因なんですけどこの真ん中のところがこういう感じでえー、っと拮抗してでこんな状況のまま えー、選挙に突入したということでさあどうかなという感じで見てたんですけど、あのー、岸田内閣の支持率に関しては6月ぐらいからそういう形で陰りが6月半ばぐらいに陰りが見られたんですけどじゃあこれがすぐ政党支持に直結したかっていうとそうでもない感じがしていって非常にこうちょっとその辺が読みづらい中で選挙が。 えと公示されるともともと岸田内閣の支持,支持率って自民党支持と,こう、えー、と非常にこう動きがこう、えー、こう特異な動き方をしていて安定するまでは例えばこれあの衆院選直後で見るとこれ見ると内閣支持率上がってるのに自民党支持率が下がって内閣支持と連動してるのは維新の方でみたいな。 えと自民支持率が上がって逆に維新が下がるみたいな、えー、こういう,こう非常にこうちょっとなんか理解しがたいようなこういう,こう、えー、と傾向があったんですけどそれがやっぱりあの例の過渡期にまでの状況12月とか2月っていうのは確かにまさにあの、えー、とこういう状況から、えー、弱高老低からフラットになって弱低老高になるこの過渡期 の多分こういう,こう現象だったんだろうなと思うんですけど4月ぐらいからはもうこの完全にその内閣支持と自民支持が連動するというようなこんな感じになってきてまあ安定基礎に入ったんだなというところが読み取れるんですがえっと内閣支持に比べて自民党支持はそれほど下がってないそれからもう一つ立民に関しては選挙後こういう形で一桁まで落ち込んだのがまあ回復せずに選挙戦入る。 で維新も22年の12月っていうのがこう、えー、一番の,とあの、まあえー、最高値でそこからこう下がってきたのが若干上がってるけれども、まあ、それほど大きく変わり目はないということ,ろところで、まあ、ちょっとその選挙戦が始まったと。でこの辺が、えー、とこういうグラフを作ると、まあ、一目瞭然でこれが今維新が、えー、と22%あった最高値の時の、えー、と実戦が自民。 この2点左線が維新、それからただのこの1点、この左線が、えー、と立民の支持率の年齢別です。で、維新の場合、30代から50代ぐらいまでが、えー、と自民党の支持率ときっ抗しているという、こういうような状況があり、で、これが、えっ、ー、と、安定期の、えー、4月、5月ぐらいになると、もう自民党がこういう形で、で、岸田内閣の支持率と似たような感じで、やっぱり、えっ、ー、と、 年配の方の支持率が高い形にこう,こういう形に変わっていくるんですけどいずれにせよ結局あの自民党がいわゆるキャッチオールで一,一強っていうような感じ <laughs> こういう感じが、まあ、4月5月ぐらいに見られて6月にこう支持率が落ちた時どうかっていうとまあほ,ほぼあんまり変わりがないというこういう感じで内閣支持報道はこの政党支持っての動きがない中で、えー、と選挙に突入したと。 こういうプロセスです。で、えー、本番に入ります。で、選挙の調査はもう D サーベイしかないので、えー、っと、まあ、これが一番頼りになるので、えー、っと、こちらの D サーベイの結果でお話ししようと思います。で、これもまあ、何度もお話ししていますけど、えー、っと、きちんと、えー、っと、調査法を説明しなければいけないので、えー、っと、これは、あの、私ども社会調査研究センターと、 NTT ドコモさんで共同開発した、えー、と調査方法で、えー、ドコモさんのプレミアパネル、えーまあ、全国で5800万人ぐらい有権者の半分ですけどの方を対象にしてこあのいわゆるメッセージ R をで、えーおね、協力を依頼してでウェブで答えてもらうという、まあ、スマートフォン個人所有のスマートフォンだけを対象にして でこれは要するにあのいわゆるインターネット調査です。電話調査ではありません。電話番号というのが、えー、と関係するものではなくてインターネット調査です。で、ポイントはだから電話調査との違いは、えー、とその耳で聞く調査だったんですけどそれが目で見る調査へという形にもう指摘に変わっていますというこういうことです。で、これをずしこ行するとですね こんな感じでメッセージ R が皆さんのところに届いてで画面を見ながらこうお答えをお願いすると。でこれで、えー、開始あごめんなさい、えー、と回答っていうのをしていただくと,、えーとまあ、集計に至るとこういうような、えー、調査方法です。で、えー、当然品質表示をしなければいけないって言っ,て言った手前あのしなければいけないわけですけど、えー、と去年の衆院選も あのかなりの精度で、えー、と情勢をつかめて一定の評価を受けたんですけども、えー、と去年の衆院選の段階はそれでもやっぱり、えー、と多少その回答者の属性に、えー、と偏りがありました。えー、とこれをご覧になるとるとわかかんですけどもあそうか ここに写ってるんですねちっちゃいですね、これね、ね、ちちっゃいでこれ今初めて見たで、まあの。そちらの手元と同じですのでそれであの確認していただければいいんですけれどもやっぱり携帯電話と同じ特性があって、えー、女性がなかなか取れないっていうこういう,こう限界があったしそれからスマートフォンによるインターネット調査だっていうことで、えー、っと年配の方の回答が非常に少ないというこういうこうえー、っ まあ、一つこう限界があったんですけれども私どもあの、えー、とかなり、えー、とその辺を、えー、と検討しまして、えー、今回の参院選調査に関しては、えー、と従来の、まあ、限界っていうのを少し克服してまず男女比はいい分になりました、えーまあ、4回やった調査のこれからお見せする4回分のこれ平均値過重平均ですけどでもう一つは あの大きく変わったのは、ご年配の方の回答がたくさん取れるようになって、えー、と60以上、まあ、70以上が20%、60以上の方が42%ですから、まあ、ほぼ投票者の構成に近づくような形の回答が得られるようになって、バランスが取れるようになったと、こういうことですんで、特にこれ、全国平均ですから、えー、と地域によっては70以上が30%ぐらいを占めると。 近くを締めるというした。で、これはあの我々もいろいろこうえっ、ー、と新鮮のデータをも、えー、とに検討を加えてで普通はこういう,こう調査ってあの特に情勢調査の場合は事後補正っていうのが必要になってくるんですけどデータをその年齢や属性構成に合わせる形で補正するっていうえっ、ー、ということがあの えと必要になっていくんですけど私どもはそれもいろいろやってみたんですけどもむしろこの、えー、と D サーベのプレミアパネルの特性から言って事後、えー、補正ではなくて事前にこうせの設計っていうのをきちんとやるとそれは何をいあの言いたいかっていうとやっぱりせっかくのランダム性っていうのを壊さないように、えー、ランダム性を維持した形で こうあの回答が得られるような形にするということで事前の設計の方が大事だなということが、えー、とだんだん分かってきたのでこういう形で試みたら、まあ、ちょうどうまくいったとうこういうことですそれからこれがですね、うん、ちょっとちっちゃすぎるんですけど、まあ、こんな感じですよって話なんですけどこれが実はあのちょっと今回のトピックで特性なんですけどあの比例の、えーと 候補者個人候補者名で、えー、と調査ができるわけです。えー、とネットで一覧性があるので、えーと、候補者を全部こう、えー、とそれぞれの政党ごとにあの列挙してあの、もし候補者で選ぶとすれば誰にしますかっていう、候補者で選ぶと回答した人に関して言えば。で、あのまあ、言ってみれば、今回の比例選定候補者名で回答した人の比率がさらに下がって22%しかいなかったわけですよね。 だから、所詮、候補者名で回答してした22%の人、でも、この候補者名で回答した人って考えてみれば、政党と人を両方選べるんで、お1人で2票持ってるっていう感じなんですけど、この22%に過ぎない、これに関して、一応その候補者の,この順位付けっていうのを各情勢調査で行って、これだけの。 回答を得ましたということで、あのクライアントさんのクロート筋からは素晴らしいと、すごい評価を受けてるんですけど、えー、っとこれ、要するに自民党に関して言うと、この上に特定枠がいますから、えー、っと全部で18ですけど、16人、えー、っと当選した方の16人が,こがじ、これが当選順位ですけど、でそれが各調査でどうだったかっていうと、この16人、きれいにこの当選した16番まで大体入ってると。 下の立民に関してはこの,この方を1人ちょっと7人当選してるので、えー、とこの方を1人だけなんかあのこの時に9番で7人の中入ってないんですけど、まあ、こんなような感じで、えー、と個人名に関しても補足できますということで、えーとまあ、あのちょっと自信を持ってるわけですでさあ流れの方の話を品質表示は大概にして流れの方の話にいきますで、えー、と今回あの私ども D サーベイに関して言うと,、えー、と全国規模の調査を実は6回行ってますでこの今日お見せするのは、えー、工事前、えー、序盤中盤これも終盤と言,われ言ってこうあの記事化されてる者もあるけど、えー、中盤そして投票日当日という、まあ、これは電日調査にあたるわけですけれども、えー、の4回のちょっとデータを、えー、とここに持ってきました。 でこれ比例の方です、まず、下に、まあ、次に選挙区いきますけど、これが選挙区ですけども、えー、と比例の方というところで見ると、えーまあ、やっぱり先ほど言ったように、公、え、示、ー、前から序盤にかけて、えー、とかなりこう、あのこ,こちらの,その、えー、と政党名とか候補者名を答えた人の中の比率で見てみると、えー 数値が下がって結構、逆風が吹いてるなという感じして特に、この序盤の、えー、とこの25、26ぐらいのデータを見て、えー、と次どうなるのかなってこのまま逆風がさらに強くなるのかなと思っていたら、えー、と1週間前ぐらいにほぼ止まってでそ,のままそのまま投票の結果、まあ、これが。 あの出口になってるわけですけど、うん、なるとでそれは要するになぜかっていうとこちら側に風が吹かないので、えー、っとこっちがまあ逆にもうちょっと詰め切れなくて息切れもうしちゃってるとだからまあ18日間の選挙戦のもうなんかその途中でもちょっと残念ながら息切れしちゃってるのかなというようなこんな感じで、まあ、わずかにこっちの方が比例で石の方が上がってますけどこんな状況が見て取れたので先ほど言ったような。 最初の雑感で申し上げたような、えーえー、と私の見立てをしたわけです。で、この下が選挙区で、まあ、選挙区はちょっと候補者の数がそれぞれの選挙区で違うのであれなんですけども、これも同じで、えー、と自民党に関して言うと、えー、公示前から序盤にかけてこう下がって、さらにこれが大きくってなるかと思ったら、中盤で持ちこたえて、まあ、そのままと。で、こっちの立民に関してはこんな感じですので、 えっとなかなか、まあ、あの詰めきれない今まで息切れしたなという感じですね。で維新はまあちょっと選挙区なので候補者の数があれですけれどもこんな感じだったというこういうことです。でこれを、えー、っとちょっと年齢別にしたの,方したのがこれです。えー、っと公示前調査これの段階はやっぱり、えー、っと自民党が相変わらず強くてキャッチオールで、まあ、この えとこれが年配の方が多いのでこの,図このグラフは立民でこれがえっと維新でいう状況で突入しでちょっと逆風が吹き始めたこれはこれはお分かりだと思いますけど自民党が全体としてかなり押し下げていてで自民党のが下がったということでこの差が詰まったっていうでこれがまあどこまで詰まるのかなというふうに。 えー、見ていたら、えー、ここで止まったという、こういう感じでしょうかね。えっ、ー、と、ほぼこれ、これ、えーと、数値も同じですし、ここが詰めきれないので、ここで。で、大体、えっ、ー、と、結果もこういう感じで、えっ、ー、と、出てますので、まあ、先ほどのような、えっ、ー、と、見立てをしたと、こういうことです。で、もう一つ、あの、まあ、 ククと言ってもしょうがないんですけどこれは今度はえっ、ー、と後であので衆院選との比較をするためにちょっと、えー、紹介をしておきますけれどもえっ、ー、とこれがえっ、ー、と比例区の方ですでえっ、ー、とですね比例区の方で支持政党別に、えー、自民党支持者がえっ、ー、とどの党にどの党の候補者に投票するか立民の支持者がどの党に 内斜度の党の候補者かっていうまあ言ってみれば自民や立民にとってみればぶどまりっていう言葉になるのかなであとはその支持なしの人たちがどうかというでこの自民立民支持なしというところの鍵括弧に入ってるのはそれぞれの、えー、と比率です自民党支持率立民の支持率ということですでこう支持者別に、えー、とどうだったかということなのですけれどもやっぱりあの今回は一つは キャスティングボートを握る指示なし層がもう決まらないで完璧にこうあのどこにも何か風が吹かない形で割れて割れたまま何かなんかなか決まらないでずっと行ってるという、えー、こういう状況が一つの,あの特徴かなというふうに思います。で、えー、っと実際の投票行動で見てみると後でこう比較しますけど。 この辺のぶる止まりが悪いだけではなくて支持、えー、なしの票が割れただけではなくて、えー、その支持なしの票が割れた上に自民が、まあ、あのちょっとですけど一番多いと。であの、えー、っと去年の,あの衆院選で言うと,、えー、っと割れてはいるけれどもやっぱり立民が一番多くて支持、えー、なしの票を取ってるっていうこと。 あ、まあいうある程度接戦になったんですけどもう一つ特徴的なことは去年こちらに来た時にデータをお見せしたと思うんですけどあの衆院選の1週間前に参議院の静岡の補選があってで、えー、と野党系立民系の方がお勝ちになりましたよねもう今回落選されましたけど確か静岡選挙区でであの時の,あの、えー、とデータっていうのをここでお見せしたと思いますけども えと支持なしの票の大半があの立民系の野党の人に、まあ、割、約7割が、えー、と支持なしの票をが、えー、と野党立民系の人にいくという、まあ、だからもう勝ちパターンは支持なしの票が集中するっていうことが必要だったわけだけれども、あのえー、と割れましたねっていうお話を去年、ここでしたと思いますけど、まあ、それ以上に今回はちょっと、えー、立民にとっては厳しいなという傾向でした。でこれは選挙区です で選挙区も、えー、っとこういう感じで、で、ぶどまりが、えー、っと、立民、自民党は最後はこういう形で一応上がるんですけど、立民はぶどまりがこう上がらないままだったと、それから、えー、っと選挙区に関しても支持なしっていうの票っていうことで言うと、自民の方がまが、あ、たくさん取ると、こういう形で、まあそのえー、推移したと。 いうことで、したでこれがあの、こちらを見ていただいた方があの分かりやすいと思うので、え用意したんですけど、えー、と右側に次にこう、ごめんなさい、参議院の方の、今回のお見せしますけど、えー、と去年の,その衆院選の時の比例区の投票政党で支持政党別で、これは投票行動調査ですから、 えーと投票日当日にあのどなたにどの党にというふうにお聞きした結果を支持政党別に見たところですで、まあ、自民はあの、えー、と立民に比べてちょっとこうあの,他の党にも割れてるんですけど立民、えー、に関しては分のまりの比率が高かったそれから支持なしに関しては、えー、と集中はしてないんですけども、まあ、自民と割れてしまって維新もそれ相応に取ってるんですけども まあ、一応立民が一番取ってるという形でしたこれが去年の10月31日の衆院選ですでこれがえー、とが今回ですで横で比較するとあれなんですけれどもまずはここがは,はっきりしていてえー、と自分の支持者っていうのもなかなか固めてきれてないっていうのとえーまあ、支持なし票っていうのが、えー、去年以上にこう落ち込んでるとで よくよく見てみれば、えー、と自民とそれからこの維新に関して言うと、まあ、去年とこれほぼ同じなわけですよねこの,この比率っていうのが。で、まあ、自民党のこっちもそうですけど、まあ、ほぼほぼというよりはそっくり同じで。ということはこう残念ながら、えー、とまあ もう一目瞭然なんであえてダメ押しする必要ないと思いますけどやっぱり、えー、と立民の一人負けうん、まあ、こういう感じがこの見て取れるなというふうに思います。えー、まあこれがその、えー、と今回の参院選まあ去年の衆院選とこう似たような、まあ、傾向。 見て取れるとさらにまあこ,うこういう形になったということです。それで、えー、っとその安倍さんのあの元首相の事件があってまあこれのインパクトがどうだったかっていう、えー、これを要するに検証するデータっていうのを我々は持ち合わせてはいないんですけどあのー、まあ傍聴としては これをお示しできるかなと思って、えー、っと持ってきました。で、えー、っとこれはですね、あの投票日の投票日当日の調査の結果です。で私どもの調査は一般の,あの出口調査あの、えーっと、調査員の方が投票所の出口でっていうのと違って、えー、っとあのプレミアパネルの方たちにインターネットで 投票日当日にどの党に投票しましたか、だ誰に投票しましたかをお聞きするので、えーと、当日に投票した方だけではなくて、期日前に投票したという、この方の動向もあの、まあ、補足できるという、まあ、ちょっと特性があるので、えー、と今回の,あの調査では、えーと、そこをちょっとあのお聞きして、 えと当日、今日投票されましたか、それとも期日前投票されましたかという質問を設定して、あのーまあ、そ,のそれ別に、えー、と当日投票した人の,あの選挙区や比例の投票制と、それから期日前で投票した方の、これは自己申告ですけど、えー、とその投票制度というのをちょっと,、えー、と区分して集計してみました。 でそうすると、えー、まあ自民党の比例区が、まあ、期日前の方より当日投票した人でいうの方が若干高いかなという感じはするんですけどもまあそれほどその大きくは違わないと。で立民はあの、まあ、むしろ下がっちゃってるなっていうところがあるんですけど、えー、っと期日前よりも当日の方で比率が高くなって。 たと,維新かなと,、えー、っとそれでやっぱりあの、えー、っとこ,のこの政党期日前の方が、まあ、当日よりも大体こう圧倒的に高いという、えー、これもなんか、えー、っとちゃんと補足できてるなというふうにはあの思うんですけれども、まあ、こんな感じで、えー、っと集計結果が出てきたので。 先ほど言いましたように、まあ、多少この自民にプラスになり、まあ、投票率全体で少し上がるということはあったのかもしれませんけれども、えー、この安倍首相の,その銃撃事件っていうもののインパクトというのは、まあ、それほどでもなかったということが見て取れるのではないかという、このことの傍聴です。それから今までのところがそのプロセス的な話です。それで、えー と、これ、次の、あの、こちらの方の、この話は最後にしますとして、するとして、えっと、ちょっと、あの、とですね、このデータ、これがですね、ちょっと昨日慌てて、あの、パーパーのスライドをお送りした後、何度も言って恐縮ですけど、 カートさんからなんか今回のあの参政党とか NHK 党とかこういうこ,これどうだったのかというえまあことをちゃんと話せというご勘問だいたんで後で夜に追加でこうちょっと作ってお送りしたデータなんですねでえっとちょっと SNS を使ったあれその選挙運動がどれだけ効果を持ったかっていうのは私の守備範囲ではないので世論調査データの限りで いいなな外装をしてはいけないので、えー、っとどんなデータが示せるかなと思ったんですがあの要はですねこの,あのデータですが、えー、っとこれあの年齢別で見ると例えば賛成党とか NHK 党に投票した人のその、えー、っと年齢別の比率を見ると確かにあの若い方での方が、えー、っと比率がと比率が 高いんんでででですすけどののの方がただ全体でこう支持者構構成あのその比率も結構フラットなんですよねちょっとその、えー、と若い方でのその,その比率支持率にあたるこれがこう右肩上がりでこうだこうだなっていう感じはあるんだけどあとはもうほとんどフラットで結構年配の方の支持も得てるなっていうところがあったのであえて年齢別支持率ではなくて。 えと投票したと答えた方の,そのうちのそれぞれの政党のその投票者のうちのこの年齢構成っていうのを、まあ、平均年齢みたいなものですよね支持者の平均年齢みたいなものを出してみようと思って見てみたらまあ,あの年配の方にあの偏ってる政党もありますけどえー、っとそのこの参政党とかこの NHK 党 これのこの投票した人の中でもその60以上の方が占める比率が3割ぐらいいらっしゃるんですよね。でだから意外とこうまんべんなく支持を得てるんだなというふうに思います。確かにお若い方の比率は他の政党に比べたら高いですけど。でこのまあ あの褒めるわけではないんですけどこの NHK 党のこの支持者の年齢構成っていうのを見てるとまあすごくこうバランスが取れてるっていうんですかねあの統計でいうきれいに正規分布してるんですよねこっち見ても同じですけれどもでまあ,あの支持ここに支持政党なし重ねると一番支持政党なしの方の年齢構成比と,、えー、と重なるのはこの NHK 党ですね。 こういうところがあるので、まあ、ここのここのところってその一つの特徴なのでえー、っとあえて言えばまあやっぱりこの参政、えー、党とか NHK 党っていうのはこのデータを見る限りで言えばこう中高年層にここはもうボリュームゾーンになってるのが分かりきってるから中高年層にこう認知されたんだなっていうか、まあ、少なくともこう違和感っていう。 のは解消されたというかもたれないで受け止められている,いるんだなぁと、えー、いうふうにこう見て取れるとあの思います、えーまあ。あとは皆さんがどういうふうにこのデータを解釈されるかですけども、えー、とそんなこの傾向がわ、えー、かりました。でこれがまあちょっとその追加のデータです。また何かあの えとご質問があればということなんですけど、それで元に戻って、えっ、ー、と、こっちですね、これです。で、まあ、最後にあの、ちょっと宣伝になっちゃいますけど、何にもちょっと,その、えーと、それぞれの,その、えー、と社の情勢調査でどうなのかわからない、その辺のパフォーマンスがどうだったのかっていうのがちょっと、なんとも私にはわからないので、えっ、ー、と、これの私どもの、これは大学の方の社会調査研究センターが、 えーと毎年開催している世論選挙調査研究大会というのをえーと9月の30日にまあオンライン形式で行ってその時はちょっとそのお願いしてどれだけ応じてくださるか分かりませんけれどもえーと今回のその情勢調査等々のお話をしていただこうとそれからもう一つはやっぱりえーと情勢調査の話だけではなくてまあこういう大量,な大量にこう皆さんに課題にしたり その配信をして、えーおね、答えをお願いするこう調査っていうのはなかなかやっぱり、えー、っと難しくなってきているので、まあ、その選挙をめぐるこういう調査とそれからそ,の、えー、それに基づく報道というような形にちょっと広げて、うん、お話を、えー、していこうかと、えー、事例報告ではなだけではなくて、まあ、そんなことを今考えております。 一応あの、いただいている時間が1時間ということなので、えー、とこのへんであの、えーと、私の方が一方的にお話しする話はあのやめにして、で皆さんからいろいろご指摘をいただければと、こういうふうに思います。えー、とりあえず、ご清聴ありがとううございました以上です松本さんどうもありがとうございました。 では質問をお受けいたします。質問の受け付け方をもう一度ご案内いたします。会場で質問のある方は挙手をお願いいたします。私が指名いたしますので、お近くのマイクを使ってお名前とご所属をおっしゃってから質問してください。なお、その際は感染防対策のため、マスクは外さず、またマイクにも触れないようによろしくお願いいたします。えー、オンラインで参加されている方で直接質問したい方は、 ズームの画面の下の方にあります手のマークのボタンを押してください。私が指名いたしますので、えミュートを解除して、えー、ご質問ください。それからテキストでの質問は、同じくズームの画面下方下の方にあります Q&A にお名前とご所属を添えて質問を書き込んで送ってください。私が代読させていただきます。それでは質問をお受けいたします。会場からまず、はい、どうぞ。 個人会員の川北ですあの冒頭にですね参院とは何であるかというのはですね問いかけをなさったと思うんですが、えー、それに対する答えはまだおっしゃってないと思うんですよねここでそれについて聞きたいと思うんですよ。あのまあ、あの日本のような直接公選のね代人は果たしてどうなのかというふうにおっしゃったわけですが、うん、あの例えば直接,公演、えー、直接公選であっても アメリカの場合は、上院というのはですね、あるいは州の代表ですね、という、あまあ、連邦制ですから、という位置づけがは,はっきりしているわけですね。日本の場合は単一国家なわけですよね。単一国家であっても、例えば、英国の場合の、まあ、はですね、庶民と貴族員というふうに分かれている。これも第二の位置づけははっきりしている。で、フランスもそうですね、公選ではあるけれども、間接公選ですよね、うん、第二は。 日本はもう上,上下院両方とも、えー、直接構成制なわけですよね。でそれがその参院とはですね、何であるかということをおっしゃったと思うんですが、はいあの、必要ないということになるんでしょうか。例えばあの最高裁の判例ではですね、一応民意の多様な反映のために必要であるということになってますよね。あるいはその昔、そうですね、フランス革命の頃、シェイエスという、まあ 人は、そうですね。あの決定が同じであれば第二は不要だし、違えばあ有害であると。でバジョットも同じようなことを言いました。だけど結論、その後の結論は違うんですね。シェイエースはだから第二は必要ない。バジョットはそれでも第二は必要であるという,うですから、まあ、松本さんのお考えを。<laughs> すみません。データ解析の人間がこういうことを言っていいのか分かりませんけれども、まあ、非常に、非常に得意な 任性だなっていいううふうに、えー、思いますそれで今のお話から言えばまずはその僕が申し上げたかったのはうん直接公選の任性っていうのがまあアメリカの場合は二元的代表制で大統領制の中でですから日本の場合は一元的代表制という、まあ、下院の政党内閣制を採用している中で 第二にも直接高専を採用してるっていうのが、まあ、非常に得意だなユニークだなというふうに思っています。でまあそれがまず第一前提なんですけどでそれであるとすれば、まあ、少なくともやっぱり、えー、と代表の理念設計で上院と下院がそれぞれどういう代表を前提としているのかと。まあ、あの直接光線だから 間接選挙とか任命制と違って構成までは規定できないけれども、まあ、理念設計までは当然やるべきでそれがないと任政って作れないでしょうとそもそも選挙制度どうするのよっていうそこの、えー、と基準がないのでっていうでそういう中でとりあえずに直接構成まあ,あの僕はその専門ではないかよくしませんけど、まあ、GHQ からその えっと、貴族に反してそのの一員制でいいじゃないかっていう提案された中でまあ巻き返してってで基本的にはまあ両方とも直接公選でっていうこういうところでそれがまあ実現してるわけですけどでもまあ条憲法43条を読むと当然あれ両方とも直接公選でいきますよっていうことが、えっと、規定されているだけなので。 まあなんかそういう中でどうやって選挙制度を決めたんだろうかなっていうふうに思うしそれから最高裁の,あの一票の価値の平等って判決も結局理念設計がないけどもその選択された選挙制度から読み取るとっていうあぶり出しみたいな形であの苦しい判決が出てきたんだと思うのでまあその辺を要するにもう一度そもそもっていうところで。 えっとそれぞれの員の理念設計っていうものを決めるところに戻らないとこれってあの解決しないんだけど、まあ、今更そこへ戻れないしそれには政治の方のものすごく大きな力がいるし世の中の人たちにこの話って関心ないしみたいなところでこうぐるぐる行ってで結局選挙制度だけ適当にこうなんか部分的に本当は組み合わせで 会員と上院のコーデという理念設計があれば簡単には変えられないはずなんですけどそれがない中でえと制度が決まり議論がされるのである院の特定部分のこのこれが都合が悪いというような形でえと選挙制度の議論がなされて変わっていくというこれがずっと繰り返されててでまあそういう中で選挙が行われるということで <laughs>。 えっとその有権者の方たちが、まあ、よく対応してるが、もっと言うと、例えばあの特定枠なんて、有権者の方たち知ってる方、どのくらいいるんだろう、それからそもそもその参議院の,その比例の方は、非公束で個人でも選べるよと、政党だけじゃなくてで、そのことすら知らない方もたくさんいるんじゃないのかなというような感じで選挙戦が行われていると。 でこういう状況の中でこの結果が出てきたり調査をやって我々は精度が高かったよ、まあ、低かったよって言って一気に宇宙してるわけですけども、まあ、そこはもうちょっとその自分を冷めた目で見て,見ているもう一人の自分を置きながらこういう話はしなきゃいけないんですよねということを申し上げたんで民生ど今の、えー、とどう思うかっていうところで言うと、まあ、いくつか えとその私としては考えを持ち合わせてますけれども、えー、とまあ、なんかもうちょっときちっと、まずはあの段階として直接、交戦を維持するとしても、えーと理念、代表の理念の設計を組み合わせて、下院が国民代表であれば、上院は何なのっていうのを決めてほしいなと、私が目の白いうちには無理でしょうけど。 決めてほしいなというふうに思っています。以上です。はい、ありがとうございました。はい、どうぞ。どうも日本経済新聞の多いです。よろしくお願いいたします。ます投票率の話をですね。うん、もしお話になれるんであったら、ちょっと教えていただけたらと思ってですね。うんうん、今回、まあ、その。 立民なんかに入れてた人たちがもう支持が下がって一気に自民党に行くかっていうとまあそこまでいかないから投票いかないのかなというんでまあ,あの投票率48%ぐらいかななどと勝手に思ってたんですがこの今回のこの52%という数字がなった理由はどういうふうにお考えでしょうかはいありがとうございますえー、っと前回あのこちらでお話して一番冒頭だったと思いますけどまあ投票率が思いのほかその コロナでいろんな思いを皆さん言いたい思いを持たれてるのに上がらなかったってで,でなぜかっていうのを見てみるとあの期日前投票が普通はあの最後の金土でこうばっと増えるんですけどそれがこう失速し,ちゃしてしまってであの本来野党に入れようと思ってた方たちが少しそこで止まったのかなって。 バランスを考えたかなっていうような感じが見て取れますということをお話ししたんですけどそのこと投票率に関して言うと今回えっ、ー、と木金土とあの期日前投票の割合が増えてますよねだから衆院選のように最後のところでちょっとその失速して、えー、というところがこうなかったのでまあそれもあってえっ、ー、と 52%ぐらいのまあ50%切るんじゃないのかなというこういう予測がされた中で、えーまあ、若干上がってなんとか 50%52% ぐらいになったというところだろうなと思ってますでだからこれがその前回のように金曜日土曜日ぐらいで期日前が失速した、えー、これが今回は あのそうではなくてそのまま、えー、と従来の形前回というのは衆院選のことですけど、えー、のこう形状が見られたっていうでこれが、えーとまあ、安倍そのあさんのアク,シアクシデントとどうかかるかっていうことでいうともう目金ぐらいのところでも前回の衆院選よりもこうあの盛り上がりがあったので、えー、とそれと とは、まあ、直接的にそんなに関係はないんじゃないかなというふうに思っているので、えー、と最後のところでかえって要するに前回は、えー、と結構、まああのえー、と接戦でこう地味が過半数はあるかもしれないというのは、まあ、予測が割れたわけですけど各社で、まあ、そういう中でちょっとバランスを取った方が、えー、と地味に投票するんじゃなくてちょっと投票を控えるっていう。 こういうことがあったんじゃないかなというふうに解釈できると僕は申し上げたんですけど前回、市民選の後ここ,にこちらで,で。今回に関してはそういうことはなくて、まあ、通常のその期日前の,その傾向が見られたということで、えーっとまあ、あのな,なんとか5割は上回ったんだなということです。それからもう1つ投票率のことでちょっとご質問とは筋が違う。 ちょっと今思いついた関係ないこと言うと、あの都道府県別の投票率見ると、あの1番がまあ相変わらず山形で2番なので,で、東京都が3番なんですよね。全国で東京都の投票率が3番目。で、これは何を意味してるかっていうと、なんか投票率の地域差、投票率のああいう,こう一覧みたいな、この,この差みたいな、これ自体なんかもう意味のないことに。 なっったなといいううふうに思っています例えばだから私のフランチャイズの埼玉でいうと,、えー、と埼玉県の市区町村の中で、まあ、一番高いのは、まあえー、と東秩父村で2番目は鳩山町ですけどやっぱり3番目はえと埼玉市浦和区なんです、ね、だからまあ東京都と全く同じことなんですけど三番っていうのとだからこれってまあ、まあ、ほぼこのぐらいの中に。 <laughs> みんな子どもみたいに入ってるっていう話ですから、なんか投票率の,その地域差とか、投票率が高い、低いみたいなことを比較するという、うん、こういうことがま、あま,あ,あまり意味がないことになったなという感想を投票率については一番持ちました。すみません、ちょっと余計なこと付けて最後の都市部ということですけど、それは年代別とか若い人の方がとか、そういうことは関係ないんです,んなんですか。 最後のね、都市部がやはり東京が高かったり、うん、埼玉でも浦和市が高かったりっていうときに、私たち素人考えだと、すぐ若い人が多いから、ああ、少しは関心持ったのかなという気もしますけれども、それは関係ありませんかあそこはちょっとまだデータが出てないので、さいたまあ、埼玉市のデータは年齢別のやつを補したのがもう少し経つと出るので、うんその、その増減っていうのは見て取れると思うんですけど、ちょっとそこのデータ持ち合わせないので、なんとも言えません。ははい、はい わかりました。じゃ、あどうぞ。信濃毎日新聞の牛山です捜査てます。まあ、今の話に関連しているというか、うん、ちょっと別の見方といいますか。うん、あの。まあ、立民の一人負けだと、まあ、衆院選との、まあ、比較においてのデータなんですが。まあ、当然、あの、3年前の参院選との比較でも、それは。 立民のヒット売り負けっていうふうにも言えるわけで、そうすると、そのじゃあ、立民の支持の票はどこに行っちゃったのかなって、同じなんですけどね、そうすると投票率が下がると思ったらそうでもないと、今の話を聞いてると、自民にその分、上乗せしてるかというと、まあ、そうでもないっていうことなんでしょうか。うん、という、ちょっとすいません、そうですね。すだからまあ、なんていうんですかね、あの、 受け皿が結構分散したなと。で当然そのそこの部分って、まあ、維新があの受け皿になってるんでしょうけどか,かといってそれほど <laughs> 今回維新強かったわけでもないので、えー、そうでもないと。でまあなんかじゃあどうかっていうと確かにその、えー、と先ほどまんべんなくっていう賛成とかチケットとか出しましたけど、まあ、こういうところにあの 年配の方がこう違和感なく、えっと、い入れられる方も増えたので、だから従来、投票、必ず投票された方たちの、えっと、一つは投票行動っていうのが変わってきたっていう、これがまず第一前提であって、でもう一つは多分、えっと、ち違う枠組みで見なきゃいけない。要するに、えっと 規制のまあ政党っていうのとカテゴリーにどこが入るかっていう話だけどまあなんかそこがまあほとんどこうスルーされて、まあ、選択肢がなくまあなんかこうというところでこうこう引っかからなくて、えー、まあ何て言ったらいいんでしょうねちょっとこうやっぱりあの話題になってるところっていうか、えー、面白いところっていうこういうのがこう割とこうあの違和感なく選ばれたりとか。 いうところがもうもあるので、まあ、その辺はちょっとこうあの投票した人たちの,その、えー、っと投票行動ってい毎回する人たちの中での投票行動っていうか、まあ、そういうのの地殻変動みたいなものがこう起きているっていうこととそれからもう一つはやっぱり投票する選挙へ投票する っていうこのモチベーションっていうかまあな何をこう動機づけにして何を基準にしてこう投票するかっていうことがこの、うん、ちょっと変わってきているのかなというふうに思っていてだからこれはちょっとその気をつけてものを言わなきゃいけないんですけど、えー、若者に投票しましょうよって 私も主権者教育のアドバイザーやっているので、えー、っと言い続けてますけどうーんちょっと今日もあの最後のところで書いたのをイメージして言ってるんですけどうーんあの投票する方の中にはやっぱりかなりこう、えー、っと直感的に反応的にこう投票する方もいらっしゃってむしろいろいろやっぱり こう考えたり悩んだりしたんだけどやっぱりどう投票していいかわからないそれから、うん、ちょっとなんかあの要するに自分の1票の使い道っていうのを躊躇するっていうのはえー、っとそういうことで投票しない方も結構いらっしゃるんだろうなというふうにあの思っているのでそういう意味で先ほどの質問と関連するんですけど投票率が上がった下がったって、えー、いうことを あんまりこうあのもう言わないほうがいいのではないかなという、まあ、もちろんこういう,こう1億人以上の方が参加する唯一の,こうあの大事な政治参加のイベントなんで、なるべく多くの人たちが、えー、と関わって結果が出るということで正当性を持つんだ、もうそこはもう当然のことで、その建前を、えー、と否定する気はないんですけれども。 えっとその上がったこと下がったことのその有利不利どこに有利だった不利かだったかっていう話とは別にやっぱりその、えー、上がり下がりっていうのをやっぱりそんなにこうあ,あのえー、っと強調する必要はないんじゃないかなというふうに最近思い始めています。 えー、ではここでリモートで参加されている方からの質問です。えー、時事通信の山田啓介さんからにもあります。はい、まず今回議席を獲得したミニ政党の支持層の動向をつかむための課題は何でしょうか。世論調査とか動向難しいですね。<laughs> そこはやっぱり世論調査とかこう,こう統計調査ってなぜっていうのはわからないし。 そこをその、えー、と因果関係っていうのをこれでその推測するっていうのはちょっと差し控えるべきなのでやっぱりその辺のところでど,どういう,こうあの聞き方をすればそこを捉えられるかっていうのは、まあ、ちょっと考えてはいますけども、えー、と今なかなかそこは難しいなと納得してくれないと思いますけどこういうお答えをしたのではあっとそうはそうなんですけども。 えと今のところでは思います、まあ、あの我,我々はあの選挙プランナーでもないしコンサルでもないので、えー、と集合的なうーんあの個別の選挙区事情を話さないっていうさらにもう一つはやっぱ集団的な集合的な傾向でしかないのでちょっとその辺のところをどういう聞き方で論調査で聞けばいいかということに関しては。 ちょっと経験には申し上げられないということでご勘弁ください。山田さん、すみません。もう一つ山田さんからです、はいえー。若い世代への関心、政治への関心について、数字に現れているもの、現れていないものにかかわらず、新しい傾向は出始めているんでしょうか。 それが投票行動に直接影響を与えたかどうかは別として SNS を見ていますと政治に対する若者の意識が前よりは膨らみつつあるような印象を持ちますがこの点はいかがでしょうかあ、まあ。両方との傾向があると思います、えーっと。若者の意識調査をずっと継続的にやってるあの、まあ、そっちの視点から言うとあの確かにやっぱりそのコロナというところで えとそれが、まあ、投票行動に直接結びつくかどうかっていうのはまたちょっとですけどもやっぱりかなりこうあの若い人の中で地に足がつ,くついてるような、まあ、こういう思考性が出てきたなというふうなあのところが見て取れます。で、まあ、それが堅実っていう言い方なのかそれともそこから新しい、えー、と何かが出てくるかって。 いうのからは、ちょっと、ま、あの、攻めか守りかっていうのは評価が難しいところだけど、でも、ま、確実に、えー、っとそういう感じで、現,現実を、こう、それなりに見るようになってきた人たちが出てきたなと言っての。それはそう思います。ただ、もう一方気になるのは、うんと、やっぱりさっきの、その、うん、投票すればいいか、ど、そ、の、す、すればいいというものでもないよっていうことから言うと。 うんと他の人たちもそういうコメントをされる方が最近出始めたけれども僕も前から思ってるのはうん選挙の投票っていうのは、えー、と正解を選ぶこと正解選びだっていう感覚が結構あってでまあだからそうするとあの彼らは、えー、とその自分たちの投票の結果をどう評価するかっていうと えとよくわかんないけど自分がこう入れた人が当選してよかった正解選べたみたいなこういう感じの、えー、と受け止め方、えーとまあ、対応っていうのが結構あるんですよね。でだからまあちょっとそれに関してはなかなか本当にただ投票に行きましょうって呼びかける <laughs> そ これだけでいいんだろうか？っていう。そういう活動をずっとしながらこう。僕は今ちょっと悩んでいるというところもあるので、えっ、ー、とその両,両方っていうのの側面っていうのを見ながら、ちょっとなんかこうあの今どう,どう判断を下せばいいのかというところを迷ってる感じです。以上です。はい、ありがとうございました。それでは会場からの質問、またお受けします。はい、どうぞ。 ありがとうございました今日はどうもありがとうございました先ほどの松本先生が投票率にこだわりすぎるということのまあ、言ってみれば限界といったことは全く同感なんですけれどもまあ、投票室というか有権者が何を判断の軸に据えようとしているのかそこが大事だと思いますそれで言うとまあ、今回の選挙あすいません私名乗ったら NHK 島田ですすいませんあのまあ 芸能人暴露話、これをまさに選挙の中に組み込むという異例の対応で議席を手にしたという政党もありました。で先ほどの松本先生の分析ですと、まあ、そういったところに反応したのが若い世代だけじゃなくて、60歳以上のところでもかなり違和感なく受け止めていたというこの分析、まあ、これを聞きますと、いや、今までそのね、いわゆる色物に反応するのは若者で、えー、年寄りはそういうふうなものに 対してまあある程度良識を持って対応するというふうな有権者像を描いていたんですけど、これどうも時代の変化の中で60歳以降の、えー、寝れたはずの有権者も危うさを相当抱えてきてるんじゃないかというのは、えー、今回感じました。そしてまたまあ一方で若い人たちの中には まあ、年寄り、我々が言うような、うん、その軽薄だからとか、経験がないからとかいうことで片付けられない、もうちょっと前向きな、これでいいんだろうかっていうね、そういうふうな期待感というものも、一方で私は感じました。先生らは年層別分析やっていて、えー、この高齢有権者と、それから若い有権者、あまあ、この期待感ということで言うとお、若い人に期待が持てるか、それから、 高齢者、有権者の危うさというものに金はないか、この辺いかがでしょう、はいまあ、私もあの高齢者の部類にも入ってしまったので、なんともいわく言い難いんですけども、あのうんとやっぱりあのお,お話は全くごあの同感で、えーっと、やっぱり年,年齢でくくれないんですよね。やっぱり 我々はすぐこう、えー、と20代の若者はとか70以上の高齢者はっていうんだけれどもそれってそのこのこういうグラフっていうのはいわゆるあの年齢で全部ぞ代表させてで同じ年齢の人は同じ考え方を持ってるっていう形でこうくくっちゃって議論していくっていうまあいわゆる other thing s e i n equal って統計学で言いますけど。 あの要は他の属性は同じだっていう全てはあの同じだっていう前提で年齢だけにその人のあれを代表させてこう見ていくという非常にこうやってはいけないことをやってるんだけどでもやっぱり年齢の違いが一番こうあの説得力があるのでついついそういうやり方をしてるんですけどでもお話にあったようにやっぱり同じ20代の中でも、えー、っと量的なあの比重力関係は分かりませんけど。 えとかななり違いがあるなと年配の方でもすごくこう頼りになって、えー、とまあなんていうのこう今の日本の社会を支えてだからシルバーミン主主イって言い方にも僕はすごい違和感があって今頼りになるのは80代以上の人たちでしょうっていう思いもこれありだからこの年齢で一括りにしてこうものをこう見ていくっていう。 今もう調査でも結局いろんなプロフィールを聞けなくなってきているので男女すら聞いてはいけないっていうような流れがあるわけですからそうすると全部まあせいぜい年齢まあでも男女に関してはこれ本当に語弊なんだけどあの面白いって言い方すると大変失礼なんですけどえと男女を聞くってことに関してはかなり抵抗をお持ちなんですけど年齢を聞くことに関してはもう皆さんスパッと答えてくださるすごいなそのそのそれかっていうのは思うんですけどいずれにせよ まあ、そのぐらいしか聞けなくなってしまっているわけですね。だから、その全てこう意識の違いが年齢に還元されてこういうふうに見えちゃうんだけど、やっぱりそういう見方をしてはいけないのだな。ということをつくづく感じてます。だからえっ、ー、と先ほどそのえっ、ー、と何て言うんですか？私どものあの d サーベイは事後補正ではなくて、事後補正っていうのは結局年齢とか男女の属性に。 合わせて修正するっていうことだから、まあ、そういう決定論的な発想をし,してデータを直していくわけですよね。そうではなくて要は対象者のランダム性だからランダムに取れば全部そういう多様性っていうのが代表されるわけですからだからそのランダム性っていうのを担保しないと。 えーときちんとデータは取れないなっていうそういう思いで事前の設計をきちんとするようにしましたっていうことですですから先ほどの,あの山田さんのあれでも要するにどういう抑え方をしたらいいかっていうのは要はやっぱりそういうこう、えー、とまあ言ってみればこうその事後的にこの若い人たちのところを拡大して見てみるのではなくてやっぱりそれなりにこうランダム性を担保した形で回答が取れる。 こういうい方法で見てていくっていうでそのその,でそのデータを少し拡大するただ若い人その,そのデータではなかなか取れないんですけど、えー、と少ないんですけど、まあ、そういう方法が大事だなというところでちょっとえっ、ー、とそのなんていうんですかね聞き方とかこういうことを聞けば彼らの要するにアンテナに引っかかってなんか意識取れるよってことではなくて方法的な調査の方法的なところできちっと と設計していく、それが私の役割だなというふうに思ってます。以上です。はい、ありがとうございました。もう一問ぐらいできると思います。はい、どうぞ。でありがとうございました。毎日新聞のです。んえっと。<laughs> あの、新聞社にいながら、あの、内閣支持率がですね、安倍菅内閣とその、あの、岸田内閣であの、あの、反転してるっていうのを私がよく知らなかったんですけども、あれを見るとですね、その、松本先生前からおっしゃってた、あの、その、自民党支持率が、その、まあ、世の中を、 だんだん人生経験を経て、その保守的になっていくっていう、その加齢効果みたいなものが、岸田内閣の支持構成において復活してると見るのか、あるいはそのまあ一時的な現象であまり持続可能性がないような年齢別の支持傾向になってるのか、いずれなんでしょうか、お願いしまますす、はい、ありがとうございます、えー、っとそこも僕が要するに、ちょっと今考えてる、まさにそういう点のところで、 えっとかなりこう3月ぐらいから6月の初めぐらいのデータ見てるともうこれなんか、えー、理由はともかくとして、えー、過去のその、えー、保守政権の,その安定したその構造っていうのに回帰したなでこれはやっぱり続くとすれば、まあ、まあ言ってみれば、えー、とライフステージ仮説とは違ってまあ年 年功序列型のいわゆる、えー、とその支持構造っていうのは一旦終結したと僕は思っています。それはなぜかっていうとあれはやっぱり終身雇用制という前提の中で、えー、と自分のライフステージっていうのが階段を上るように地位も給与も上がっていってまあ言ってみれば自分の10年後20年後っていうのの計画を立てられた見通しがついたっていうそういう社会 そのもののも構成だったので、えー、っとだからあれ自民党を政党として意識してないからああいうライフステージでこう上がっていくっていう,こう支持構造っていうのが見れたのでそれはもう社会としてなくなったのででだからそれが復活したというふうには僕は見ていません。でただやっぱりこれ結構安定してるなと思ったのは事実なのでこれがその半年間でこう 反転した理由というところをきちっと見ないと何とも言えないんですけれども、まあ、あの基調としては、えー、っと岸田政権というのはこの、えー、っと基調構造というのを、えー、っと継続させていく、こういう特徴があるんじゃないかなというふうに、私はは見ていいいまます、はいはい、ありがとうございました、えー、他に質問ございませんでしょうか。 はい、それではそろそろ時間も来ましたので、じゃあこれで終わらせていただきます。それで、えー、今日記号を書いていただきましたが、これはさっき松本先生がおっしゃったように、選挙の投票には間違いがありませんということ。改めてもう一度このシーンを<あ>お話しください。います先ほどお話ししたんであれですけど、まあその正解選びっていう傾向がどうもあるので、 選挙の投票には正解はないですよってことは間違いもないわけで、え、それを裏返しで言いました。だから、まあ、そもそもその選挙の投票っていうのは、そんなにスカッとすることでもないし、えっ、ー、と、まあ、割り切れなかったり、なんか、こう、ある意味で後味の悪さみたいなのが残る、もともとそういうものなので、まあ、そういう選挙にため息をつきながら付き合い続けていくっていうのが、大人になるってことじゃないですかと <laughs> そういう意味合いで、 えっとお話あの書きました。はい、すいませんありがとうございました。はい、どうも松本先生、ありがとうございました。もう一度拍手を。これで今日の会見を終わります。